はい、こんにちは、こてつねのひろくんとこてつです。はい、今回はみたらし団子を作っていきましょう。まず材料、なんか餅ね、もちもち、水と竹馬、竹串、片栗粉、醤油、それも片栗粉、砂糖。あれ言ってください。水だよ。これは砂糖、片栗粉、醤油、片栗粉、なんぼでもすごいすごい大餅。はい、竹馬、水につけます。お餅をつけるんですが、これペリペやなくていいです。できるかちょっと硬いの。はい、まずは全面つけて、はい、でこれはレンチンしてきます。みたらしを作って、みたらしのみたらし、お砂糖の中にこの3つを全部入れます。はい、いきます。これ順番が大事。水でまずは溶かして、まず醤油だね。まずは醤油をちょびっと入れて、なんかにじませて、卵焼きみたいになったけど、それでまたにじませて、横からも入れちゃう。全部入れる形で、最後こちらも最後、こちらも練習します。じゃあ一回切ります。あ、はい、じゃあ持ってきてください。あ、そうか。ひろくん、バイバイ。このお餅を焼いて6等分にして、片栗粉につけて混ぜた。丸めました。丸めました。あとは串に刺してソースつけて完成。なんでやねん。完成。完成。カレーみたい。ボス。どう？ボス。ウッスン。ウッスンシェンダ。でもなんかこう、うんうん。あ、めっちゃ。バランス悪くね？ああ、何個つけんの？あとはみたらし団子をつけていきます。つけてつけっけ。おお。下全然つけない。だからスプーンでつけてみようか。熱くなる。中に少し。熱いのかな。じゃあそれ食べたら。美味しいです。この動画の評価高かったので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で、よいしょ。はい、じゃあ、あげます。